今回は威嚇を武器に数々の強敵たちを倒してきたメンチのカリスマ竹原さんの試合を5つご紹介します。最後には割と面白い番外編もご用意しておりますので、最後まで楽しんでご視聴いただけると思います。それでは早速いきましょう。竹原さんは喧嘩に明け暮れ、暴走族にも入る不良時代を過ごし、あまりの素行不良から地元では広島の粗大ゴミと呼ばれていました。この頃から竹原さんのメンチ技術は一級品だったのでしょう。絶対に出会いたくないです。後に日本人初となる世界ミドル級チャンピオンにまで上り詰めています。実力も一級品ですが、試合前に相手選手にメンチを切り威嚇をすることでも有名です。 OPBF ミドル級タイトルマッチ初防衛戦、最初のメンチ相手はニコ・トリリ、両者対峙。試合前からバチバチのメンチ切り、対するトリリは冷静な対応、大人の余裕を見せます。しかし内心結構ビビり散らかしているのではないでしょうか。ここでセコンドが竹原さんにマウスピースを加えさせます。すごいタイミング、なぜ今？律儀にマウスピースを受け入れる竹原さん、もう少し空気を読んでほしい。おっと、ここでトリリ陣営も負けじとマウスピース返し。この間も一戦目線を外さない両者、これは互角でしょうか。いや、ここでトリリ選手が目をそらしました。初めて会う異国の人にここまで睨みつけられたらそりゃ怖いでしょうけれど、よく耐えました。健闘を称えます。そして試合開始1ラウンドからコンパクトにパンチをまとめる竹原さん、トリリ選手もカウンターを放っていきます。1ラウンド2分38秒、得意の左ボディブローを2発、2ラウンド1分25秒、強烈な右ボディブローから完璧なタイミングのカウンター。トリリもパンチを出しますが、回転力に勝る竹原さんの左フックが顔面にヒット、ダウンするトリリ。その後もボディを中心に攻め立てトリリを圧倒。迎えた6ラウンド1分36秒、トリリをロープに詰め狙いすました右ストレート、左ボディブロー、そして連打。ここでスタンディングダウン、トリリの鮮血が実況席にまで飛んできます。懸命に打ち返すトリリですが、連打を浴びここで試合終了。見事初防衛に成功しました。もしかしたらあのメンチですでに勝負は決まっていたのかもしれません。次のメンチ相手はノリデ・グイア、 OPBF ミドル級10回戦。いざメンチ、両者中央へ。レフリーも少し緊張している様子。さあ、もう竹原さんはゾーンに入っています。あまりの衝撃に目を見られないグイア選手、落ち着けと言わんばかりに思わず竹原さんの肩をポンポンと叩きます。この時点で勝負は決まっていました。それでもメンチをやめません。このタイミングでまさかのマウスピースが口元に。竹原さんはというと素直に受け入れます。マウスピースを加えながらも竹原さんはメンチもやめません。素直な竹原とメンチの竹原が混在しています。この間グイア選手は一度も竹原さんの目を見ることはありませんでした。メンチ合戦は竹原さん圧勝。そして試合開始、潜り込んでなんとかパンチを放つグイアですが、長いリーチを生かした竹原さんのジャブが光ります。しびれを切らしてか不用意に竹原さんの射程圏内に入ってしまい、パンチをまとめて被弾するグイア。この竹原さんの連打、体幹が優れているため様々な方向から多種多彩なパンチを放てます。そしてこのお手本のような綺麗な左フック、額縁に飾りたい。距離を取るとジャブからストレート、そしてこのメンチ、近づくと細かくまとめたショートパンチからメンチ、隙がありません。確かな実力を持った竹原さん、1分30秒、前傾姿勢になったグイアの顔面に右アッパー、重い一撃が入り、グイアはスロー VTR を見ているかのようにゆっくりと力つけるようにダウン。10カウントで試合終了。メンチも試合内容も圧勝でした。試合後の勝利者インタビュー、積極的に攻めてましたねの質問に対し、聞こえなかったのか、はいと返していました。この時のこの眼光の鋭さ、本人はそんなつもりないと思いますが、どうしてもビビってしまいます。私がインタビュアーなら、すいません、何もないですと言って帰ります。 OPBF ミドル級タイトルマッチ4度目の防衛戦、相手は9位のクレイグ・トロッター。両者中央へ。竹原さんは止まることなく、トロッターの顔面スレスレに、もはやキスの距離。そしてこのメンチ、一切まばたきしません。トロッターも歴戦の強者、目をそらしません。その間も一生懸命に注意事項を話すレフェリーの
ウクリッド・サラサスさん。俯瞰で見るとめっちゃシュールです。観客席からは怖いという声が聞こえました。メンチ切りは互角。試合はどうでしょうか。いざ試合開始。右手を顎に置き、体を半身にして丁寧にジャブを放ってくるトロッター。竹原さんもお手本のようなジャブを放ちます。トロッターが潜り込んできますが、すかさずアッパーをヒットさせます。この試合のためにロサンゼルスでスピード重視の練習をこなしてきた竹原さん、明らかにパンチスピードが上がっています。得意のコンビネーション、ジャブ、ストレート、左ボディブローが決まります。トロッターもさすがの強さ。両者メンチと同様互角の展開。6ラウンド世界を取ったボディブローでダウンを奪います。悶絶のボディブローが2発も入りました。そして迎えた7ラウンド1分34秒、竹原さんのショートパンチがまとめてヒットし、ぐらつくトロッター。2分10秒、まともに右がヒット。クリンチをするトロッターを引き剥がし、連打でダウンを奪います。トロッターはやる気満々でしたが、タオルが投入され10カウントとともに試合終了。見事4度目の防衛に成功。かなり苦戦した試合。トロッター選手もさすがの強さでした。試合後のインタビューで、ここまで気合で勝ち上がってきた、気合では負けないと話しています。竹原さんにとって相手を威嚇することは気合では負けないという意志の表れなのでしょう。続いては韓国からの刺客、パクヤンキ選手。9勝9 KO 5敗1分け、勝利は全て KO の眼光鋭いハードパンチャーです。さすがの竹原さんもビビるのではない。そんなことなかったです。研ぎ澄まされたメンチ、パク選手も鋭い眼光ですが、レベルが違います。レジェンドオブメンチ、ここまでバチバチのメンチだとさすがにマウスピース、いや、やはりマウスピースが来ます。バッチバチの緊張感。竹原さんはこのマウスピースを素直に受け入れます。もはや先に口を開け、受け入れ体制万全。この間もメンチは一切やめません。竹原さんは21勝 17KO 無敗。戦績だけ見ても勝ち方が問われる試合でもあります。いざ試合開始。ノーガードで近づいていく竹原さん、いきなりノーモーションの右から左フック。当たっていたら即終了でしたが、間一髪で避けるパクヤンキ。よく見ると目線を下げ、目のフェイントを入れています。こういった細かい技術も高い竹原さん。お互い中距離からジャブを放ちます。パクは独特のリズムから大振りの右、当たったら危険です。竹原さんは冷静に対処していきます。パクの打ち終わりにワンツースリーと細かく回転力の高いコンビネーションを放つ竹原さん、相変わらずの鋭い眼光、そして伸びのあるジャブ。解説のレジェンド白井さんも速くて強いねと絶賛。なんとか接近戦に持ち込みたいパク選手ですが、竹原さんの鋭いジャブとストレート、そしてメンチにより竹原さんの懐には入れません。先ほども軽く触れましたが、優れたボクサーは目でもフェイントを入れるそうです。パク選手の視界には私たちが見えている以上のパンチが飛んできているのかもしれません。1ラウンド2分11秒、強烈な左、パクは吹っ飛びます。そして2ラウンド33秒、接近戦に持ち込もうとしたパクの顔面に竹原さんの完璧で強烈なアッパー、ドスンという鈍い音とともにダウン。こんなの絶対立ち上がれません。見事な KO 勝利です。解説のレジェンドコンビ具志堅先生と白井義雄師匠もあまりの KO シーンに笑うしかありませんでした。試合後のインタビューでは、練習してきたパンチがたまたま当たっただけと謙虚な姿勢。竹原さんの威嚇は相手を舐めているわけではなく、自分を奮い立たせるためのルーティンなのです。最後にご紹介するのは、世界前哨戦 OPBF ミドル級タイトルマッチ6度目の防衛戦。対戦相手は同級1位のイ・スンチュン。竹原慎二を語る上で欠かせない試合です。まずはおなじみのメンチ合戦。嘘でしょと目を疑いたくなるほどの身長差、その差20センチ。見下ろしメンチを放つ竹原さん、対するイ選手も見上げる形にはなりますが、目線を外さずがっつりと睨みつけ臨戦態勢。両者は一度対戦しており、激闘の末竹原さんが12ラウンド KO で勝利しています。いざ試合開始。この身長差ですから手が届かないのではないかと考えてしまうのですが、イ選手は離れた位置からでも瞬時に距離を詰められる瞬発力、空振りでも会場がどよめくほどのパンチ力を持っています。ニックネームは
韓国のタイソン竹原さんのフックに合わせたこのフック、これが危険です。的確にパンチを当てていく竹原さん、しかし伊選手は自慢のタフネスを武器に果敢に前に詰めてきます。5ラウンドになると徐々に距離が縮まっていき、伊選手の距離になります。被弾が多くなる竹原さん、2分30秒打ち合いになります。近距離での伊選手の強さは異常です。しかしここで伊選手はダウン、激しい5ラウンドでした。そして8ラウンド1分45秒、長いボクシングの歴史の中でも非常に珍しいことが起こります。両者激しい打ち合いの末、なんとダブルノックダウン。これには会場も大興奮です。両者を交互に見ながらカウントするレフェリー、大忙しです。試合再開の合図、レフェリーもかなり興奮しています。森進一の名曲おふくろさん以来のリズミカル拳、ここから試合はさらにヒートアップ、壮絶な打ち合いが繰り広げられます。最終ラウンド成功尽きているはずですが、両者の運動量は一切落ちません。終盤、気合を込めた竹原さんの鬼のラッシュ、伊選手はついにダウン、ゴングが鳴り試合終了。最高の名試合に会場からは拍手喝采、判定で竹原さんの勝利、6度目の防衛となりました。余談ですが、両者は竹原さんの YouTube でまたもや再戦しています。引退してかなり年月が経っています。竹原さんに至っては完治はしていますが、余命宣告されたほどの病気になっています。スパーリングが開始した時、私は驚きました。2人とも全く色褪せておらず、あの名試合を思い出させるような打ち合いを繰り広げていました。本当にすごいです。おまけです、竹原さんのメンチは引退後も健在でした。全国の腕自慢が集結するガチンコファイトクラブ、生きり立つヤンキーたちのメンチに負けない鋭い竹原メンチでヤンキーたちを意気消沈させていました。オーディション会場でガムを噛む少年に照準を合わせた竹原さん、ロックオン。鋭いメンチとともに、何食っとんや、彼が何を喋るか考える間もなくビンタ。さすがの少年もブチギレ、上等だこれと言おうとしましたが、竹原さんのあまりの迫力にビビり散らかしてしまい、上等だこれと一言。必死の抵抗で地面にガムを吐く少年、すかさずビンタからメンチのコンボ。少年は子犬のような瞳で竹原さんを見つめることしかできませんでした。容赦ないです。今の時代では決して見ることのできない過激なシーンですね。いかがでしたでしょうか。相手を挑発、威嚇することも自分を奮い立たせるための立派な作戦です。もう少し話したかったんですけど、竹原さんのメンチで冷や汗びっしょりなんで、シャワー浴びてきます。次のファイトでお会いしましょう。それではまた。